ぬかた地区は愛知県岡崎市東部の地区である。岡崎市の東部約4割の面積を占める地区であり、1000万町町に東端を持つ。地区域は2006年に岡崎市に編入されたぬかた町の全域であり、人口は8590人、人口密度は53.6人、平方キロメートルと市内の地区では一番少ない。中山間である本地区は、 南宮高原の一部にあり、地区の86%が森林である。地区内の本宮山、ともえ山はいずれも本宮山形立自然公園に指定されている。地区内を流れる河川は主に矢藩川水系に属する。主な河川は、地区北部を流れるお津川とお津川から、下流の千原沢町で分流する男川であり、両河川から放射状に分流する。 本地区含む岡崎市は、渓流が多く、各河川の支線などが土石流危険渓流に指定されている。大塚川などの地区内の河川は、男川漁業協同組合が漁業権を持っている。また地区内の岸田町並びに1000万町町は、難読地名である。須賀神社大祭男川屋な夏山やわたぐ祭り。 岡崎森林組合岡崎市子供自然遊びの森、ワンパーク重要文化財の天温寺仏殿と、大和鳥川ホタルの、里遊水群倉がり渓谷,渡谷岡,岡崎市ホタル学校一千万町落校、石原町の茶畑愛知県野外教育センター1830年創業の、柴田酒造場岡崎市ぬかたセンター、木漏れ美館、ウッドデザインパーク、室町時代、戦国時代は、 三河国そのものが、松平氏、今川氏、武田氏など多くの戦国大名によって支配をされ、当時のぬかたも、例外ではなく、当時この地を治めていた奥平氏や、ぬかたの山内氏、ぬかた浅尾氏、麻生松平家などは使える領主を変えながら、細々と生きていた。そのため、領主同士の争いに巻き込まれることもあり、ぬかた三大合戦と言われる非金合戦、宇山合戦、 滝山合戦などの大きな戦いも起こった。日近城をはじめとするなど多くの山城がぬかたには建造され、奥平市には、奥平市の重心十二矢の内六矢がぬかたに在住した。江戸時代になり、ぬかたの村々はそれまでの村落が解体、再編成され、新しい村が生まれた。その大きな役割を果たしたのが、豊臣秀吉や徳川家康によって行われた。 刀狩れと太抗県地などである。本地区域は、幕府領、大名領、旗本領、寺社領等多くの領主によって支配された。明治時代になり、岡崎県、ぬかた県、愛知県へと名を変えた。1871年に52村あった村が1889年に、豊岡村、高富村、ともえ山村、宮崎村、形屋村、 下山村の六家村体制に、1906年に、甲府村、宮崎村、形屋村、下山村の四家村体制になり、1954年に、甲府、宮崎、形屋、下山の四地区が合併し、ぬかた町が成立した。名前の由来は、ぬかた郡から。町内の中学校も合併後すぐに統合案が出され、甲府、宮崎、形屋、 下山の4中学校が統合され、ぬかた町立、ぬかた中学校が新設された。第二次世界大戦時には、多くの疎開児がぬかたに来た。町内には、多くの寺院、神社があり、片寄せ町あざ、山下の天王寺にある山門、仏殿は、国指定の重要文化財。地区内に高等学校は置かれていない。地区内に、鉄道は走っていないため、自動車、バスが主な移動手段である。 名鉄バス町バス高速道路、一般国道主要地報道一般県道主な、林道街道と与と小学区、夏山小学区宮崎小学区系や小学区、下山小学区と与富み小学区、夏山小学区宮崎小学区系や小学区、下山小学区。ありがとうございます。